ンドがね、選手たち最後のでもね、頑張ってくれたので、まあ、これを弾みにね、次オーストラリア頑張りたいと思います。今日の試合の2得点、あの狙いとしていた流れからの連動した動き、そうですね、もう少しあのシンプルなミスなければあの合格点なんですけれども、まあ、もう一つ一つあの上がってはきていると思いますので、次につなげていきたいと思いますけどね。少し攻められた時間もありましたが、そのあたりの課題というのはどんなところだったんでしょう。まあ、それはね、リードしてれば相手はね、傘にかけてきますから、それをあの冷静にね、対応していくということ、まあ、あのコーナーキックぐらいのもんじゃないですか、流れの中ではね、はい、まあ、まずは決勝トーナメント1勝、次は中3日でオーストラリア戦です。そうですね、まあ、やっとベスト8ですから、まあ、ベスト4を目指して、まあ、本当日本でね、応援していただいた皆さんのためにもね、精一杯準備をしてやっていきたいと思います。監督でした。おめでとうございます。